さて、ちょっとガチ。そう、前にカレスコかクロセイハイ選べるやつがあったから、てか、FGO って多分他のゲームと比べると、めちゃくちゃ配布量少ない気するんだよな。なんか、星5って、それ配布するのって、なんか1年に1回だけ、もしくは2年に1回ですよね、みたいな。なんだろう、レアリティを上げましょう、みたいな感じでやるけど、工場の星5配布、もうちょっとバン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 やっていいって思うしな。そうそう、年々ね、マジでね、クロセイハイの入手がね、できなくなってくるからね、大変なんだよね。ちょっと前の究極に1ポチ削る NP パズルの横鍋。あれはね、なんか、やってる分には楽しいんだよね。やってる分には楽しいんだけどね、ぶっちゃけやらんくてもいいっていうのがある。あと、なんかいろいろ、環境が変わったがゆえに、そこまで何も考えなくなったっていうのはあるわ。初めて1週間ちょっとだけど、ジュナオって引いた方がいい？あー、引いても損はないと思う。ただスキル上げできないからな、ちょっとそこでしんどいってなるかもしんないけど、引いて損はないね。こんばんは。10月に箱イベって来ると思いますか？箱イベなぁ、うん、どうだろうなぁ。まあ来そうな匂いは正直するよなって思うけど、今の運営だったら10月始まったタイミングで蓋開いてみたら、5章応援キャンペーンイベントやりませんみたいなこと言いそうだから怖いんだよな。正直今年じゃねえわ、9月イベントなさそうな雰囲気あるんだよな、めちゃくちゃ。だからすげえ怖え、そこだけ頼む、イベントだけはやってくれっていう願いがあるんだけど。つえー、アストライア、そんなお手軽に90万出んのえぐー。さすがや、さすが正義のアストライアさん、ありがとう。こういう系でデメテル来たらやだ。いや、来るでしょ、多分。今回、普通に増えてるってことは、スパリコがね、増えてるってことは、トドのつまり、来るんだよ、きっと。やべえやつだね。次のイベントって10月開幕だった。え、マジ？もう終わりや。え、じゃあ、今月何もなし。悲しいね、バナージ。2部6章のリコレクションとかがまた来て、すべての厄災戦う来たらちょっとやばいよ。やけどおもろいやん。クリアキャンペーンで今年潰れて、イベント今年1回だけとか運営やりかねないよ。そう、やりかねないから、怖いよねーって感じよ。いや、これ系でヌンノス来ると思うよ、さすがに。だからそこはちょっと楽しみにしてるんだよね。次のターン、何やるだろうなー。やっぱ防御力ダウンされてると結構火力大変やなぁ。どうしよっかなぁ。まあ普通に飛ばすか。湯がクリア前提で10月か。まあ総称が一応中旬？あと1週間後だよな。1週間後の11/25に来ると仮定したら、まあまあまあって感じはするけど。なんとも言えんな。でも2部4章クリア前提、とか2部4章クリア前提だったら配信できんやん。あ、まあストーリー配信しなかったらいいだけだから別にいいんだけど。まあまあまあ、そこら辺はうまいことしていくしかないな。いや、まあ運営からすると多分あれだと思うけどね。その2部やっぱりやってほしいっていうやつがあるがゆえに、まあみんな足並み合わせて頑張ろうみたいなあるけど、いや俺思うんだよな、みんな足並み揃える必要ないと思うんだけどね。俺は割とこういうやつやってて思うのがさ、まあこれがさ3年目のゲームとかだったらさ、確かにみんなで足並み合わせて一部クリアしようみたいな空気感あるけど、もう9周年やしなーっていう。いや、ガイドラインは、あれ、イベントは関係ないねって感じだから、イベントの2部、冬季クリア前提のやつは大丈夫なんだけど、2部とかのやつはダメなんだよね。そう。湯が条件はぶっちゃけ俺、なんも思わんな。ああ、そうかい、みたいな感じな気する。ちょ待って、マジターゲット集中入ってませんか？このゲーム。
嫌なぐらいにターゲット集中やってくるね。困っちゃうな。もうどうしようかな。ここまで露骨にターゲット集中をされるとシンプルに嫌だ。てか耐性アップしてるジナコ勝てー。あれそうなの、ところどころ変わってる。ちょっと待って、俺ももう一回ガイドライン見るわ。FGO のガイドライン、あ、ほんとだ、9月1日更新ってなってる。で、2部4章はあれでしょ、ストーリー配信して良くなっただけでしょ。あ、ほら、ここ書いてるわ。そのイベントストーリーの期間限定、参加条件が第1部特異点不行きクリアでないものって書いてるんで、あのメインストーリーの2部4章までは配信していいけど、2部4章クリア前提のイベントはやっちゃダメだよっていうやつなんで、あ、よかった、俺の記憶が合ってました。まあそのタイミングは俺は集会しかしなくなるな。私集会に帰るねっつって、え、って言ってもあれだな、正直初めのクエストとか集会やるだけ基本美味しくないからな。90プラが出るまでは配信なしか。そう考えるとフリクエ集会でもしてんのかな。そんな感じになりそう。一部ラストが自然と足並み合わってとんでもない盛り上がり見せてたからな。まあそれはね、やっぱ一部だしな。あとシナリオの量も多いわけじゃなかったからな。なんかそこもいろいろ考慮しないといけない点かもしれない。なんでそうやってターゲット集中、俺マジでこのゲームターゲット集中入ってると思うんだよな。なんだその嫌な感じで毎回毎回落ちてほしくないところばっか狙いよって。やめてくれ。ジナコは硬いから、まあ硬いムーンキャラから冤罪バックドロップをしたくなるんだよ。まあ確かに硬いな、石像だしな。いや、こんだけバックドロップとかいろいろして10万ダメージぐらいしか入ってないのって怖いよな。マジで硬いじゃんって思うもん。で、アーツバスターでうまいことぶん殴ったらアストライアが永遠と宝具って、危ない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 、危ねえ。お前やってんな。あ、しかもこれあれじゃね、まずいっぴ。最終的に剣心さんにお任せすることになるかもしんない。やばいやばい、どうしよう。飛ばせっかな。アーツ製のアップ消えてたよな多分。多分いけるか。初心者からしたら黒聖杯、カレスコ、泥飴、あ、何だっけ、レイサメだったっけ、あれね、あの OC アップの黒聖杯だよね。初心者からすると、ミトツカレスコが1位、その次、トツクロ聖杯、トツカレスコ、なんか泥飴だね。泥飴で読み方合ってるかわかんないけど、そんな感じ。初心者の人は結局カレスコが強いからな。AI 賢かった。危なかった。普通に、デイブか。ありがとう。泥飴って永遠と呼んでるんだよな。あれ、ぶっちゃけね、デイユのね、霊装ね、弱い。いや、正確なことを言うと強いんだけど、別に弱い、あれ。そんな強くない。なんか、結局黒聖杯でええやんっていう話になるから、これね。なんか、ぶっちゃけな、アーラシュで運用するんだったら確かに強いなーとは思うけど、アーラシュも結局さ、特攻霊装をつけて NP50% のアペンド運用ドーンの方が強いじゃん。って話になるから、なんかこのレースは正直使う場面本当にないんだよな。黒聖杯でよくねって感じはする。なんかとつったらもうちょっとね、とつってもうちょっと倍率高かったらワンチャンあったかもしれないけど、それがないってことはね、やっぱ黒聖杯かなっていう感じはする、俺はね。あ、 OC3 回とかだったら確かにぶっ飛んでる感じはするね。あとはあの NP チャージをちゃんと持ってるキャラクター、バサトリアとかだったら、まあ、使えるかなーって感じはする。予想だけど。はい。というので、1個目のスーパーリコレクション終了でした。